はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。アポロピアノです。 AS500 というモデルですけれども、ちょっと今までとは見たことないような、ちょっと不思議なデザインというか、まあ、かっこいいというかアンティークというかね、茶色いピアノなんですが、ご紹介いたします。こちらにあるんですが、見た感じディアパソンの 132BW みたいなね、こういう角窓のデザインがついてますね。ちょっと、まあ、アンティークな感じがします。そしてここのデザインがちょっと普通ね、ピアノでこうなってるんですが、ちょっと飛び出して四角い感じのね、こんな感じになってます。で、中ですが、東洋ピアノ製造ですね、 AS500175265 という製造箱ね、中こんな状態なんですが、外装はですね、まあ、本当こう角張ってるのが特徴ですね。こういうふうにね、丸いデザインのピアノが多いんですが、ここがもうなんかカクカクっていうか、なんかこうガチッとした感じですね。かっこいいです。なんかね、傷はポツポツとあります。ポツポツポツありますが、まあ、修理一応するつもりではありますが、修復しなくていいと言っていただいたら値段はお安くします。まあ、ピアノのところの売り方って、まだ整備をしてない状態で、展示をして、まあ、うち職人がいっぱいいるので、まあ、お客さんのご要望に合わせて手を入れます。で、出てる値段は全部整備をした状態の値段ですが、そこから引き算ですね。いやいや、ここのちょっとこんな別にどうせ傷つくし気にならんし、ええわな、もうこれやらんといてと。で、それも安くなると。で、この辺の傷をしなくて言うと安くなるというね。で、中のこうピンですね、これ変色してますが、これ磨きちゃんとするんですよ、全部ね。で、まあ、磨きもせんでいいわとかね、言っていただいたら、またその分安くなったりとかね、いうことで引き算でやりますので、一応全部やるつもりですが、これいらんわこれいらんわ言ってもらって値段を下げていくというね、こういう形をとってます。ちょっとその辺の楽器屋さんとは、まあ、スタイルが違うんですが、まあ、結構それが人気でですね、お客さんによっては、いやそれはもう完璧に綺麗にしてもらうのは困るわいう方も多いんですから、それはそれでちゃんとやりますが、いや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 、どうせ子供がすぐミニカー転がすし、もう叱り倒さないかんから、もう傷はあっていいよと、どうせすぐつけるしみたいな方も実は多いというね、ことで音聞いてください。アポロ、クリアな明るい音、こういう音が好きな方案外多いです。重点音すごいですね、評判がいい。ああ、いいですね、よく伸び、調律も声音もね、それから あれファイリングも全部終わってます。今コロナでちょっと手が空いたので、今展示のピアノを手を入れ始めてるので、全部状態いいですね。
かめっちゃ懐かしい曲が降りてきましたけど、皆さん生まれてましたか？このトレンディードラマがこう流行った時代、皆さん生まれてましたかね。あの一つ屋根の下っていうね、確かドラマやったと思います。でこれに曲がですね、誰や、サボテンの、サボテンの曲名忘れた、誰か教えてください。これライブならね、即座に教えてもらえるんですが、サボテンのなんとかやったと思いますが、この、まあ、曲名も知らんと言ってるんですが、大体こう動画撮り始めてからふっと降りてきた曲を弾くので、この曲に合うかなと思って降りてくるので、直感なんですが、いつもね事前に何の準備をしてませんから、なんか サボテンの島、サボテンの歌なんかそういうの、そういう曲です、まあ、これが降りてきました、すごくいいピアノですね。あのアポロですけども、まあ、あの日本で3番目に大きなピアノメーカー、現在も製造してるね、生き残っているというかこういうピアノになりますから、まあ、ちょっとデザイン的にも面白い形をしてますのでね、まあ、こういうアンティークなデザインのものが欲しかったなという方は、でこういうキラッとした明るい音色が好きな方は、あのおすすめだと思います、アポロの AS500 のご紹介でした。それではさよなら。